はい、でも始まりました。スタンドバイシネマチャンネルの塚原直彦です。よろしくお願いいたします。はい。スタンドバイシネマチャンネルっていうのはですね、映画に関することだったら映画の感想だけでなく何でも絡んでいこうって映画チャンネルでございます。はい。ということで、今回も新作映画を見てきました。今回はですね、もう僕はずっと気になってました。楽しみにしてました。タイムループ映画の最新作、パームスプリングスでございますよ。いやー、これめちゃくちゃ楽しみでしたね。本国ではね、去年の夏に公開ではなくコロナの影響で Hulu にて配信されまして、配信されて3日間で史上最高の視聴者数を獲得したってことで話題になってましたね。というわけで、この映画も思いっきりね、映画のジャケットっていうか、ね、表紙を見た方ならわかるかもしれませんが、夏満載、もう7月公開だったんでね、もう楽しそうな映画じゃないですか。はい。そもそもパームスプリングスって何なのかって言いますと、これは地名ですね。実際にある地名、ロサンゼルスから約200キロ弱ぐらい行った東に行ったところにあるリゾート地ですね。高級リゾート地。ここはもう砂漠なんですけども、水は出るんでオアシスみたいな状態になってまして、温泉も出るし、まあパームっていうぐらいですね、ヤシの木が繋がってるような場所で、で高級ホテルもあってね、おしゃれなホテルもあってですね、もうゴルフ天国って言われてるからね、ゴルフ場がいっぱいある。もう最高じゃないですか。で、温度はね、冬でも20度ぐらい。つまり、ね、日本でいう、まあ、沖縄みたいなね、素晴らしい場所でございます。はい。で、そこで巻き起こるタイムループものっていうことで、そんなね、とても過ごしやすい環境なんで、タイムループしてるんですけども、そのままでいいじゃないかと。そこから出なくていいんじゃないかっていうね、斬新な設定。まあ普通ね、タイムループ映画っていうのは、そこから出なきゃいけないんで、その出ることがゴールになるんで、やっぱシリアスな展開になることが多いんですよ。でもこの映画はその真逆をついたとても斬新な設定で、あえてその場でどうやって楽しく過ごすかっていうね、映画でございました。この映画はね、あと2つ、特殊なところがありまして、もう1個はね、登場人物の役者さんが、そこまでね、すごい主役やってるって感じでもないんで、逆にその違和感なく、そして偏見なく、そして変な先入観なんかスッと入り込めるってね、とても良かったもんだ。で、主役のアンディ・サンバーグさんっていう方はね、向こうのサタデーナイトライブってね、とても有名なバラエティ番組のもんで、出身の方なんで、まあコメディできるし、歌って踊れるみたいな感じなんですけども、もうとてもしっかりした演技でね、そこに J.K. シモンですよ。あのセッションのね、フレッチャーね、鬼教師を演じたね、もう彼がね、ぐっと脇を締めてるっていうね、最高の夫人でした。で、もう一個特殊なところは、これはちょっとね、ネタバレにかかっちゃうので、まだまだ公開したばかりなんで、言いませんが、これはね、タイムループ映画としては初だと思います。斬新な設定。なんと、すでに、まあこの辺にしておきましょう。なんとすでに、もうこの辺にしておきましょうね。ここまでしか言いません。はい。これは面白かった。あ、こんな切り口があるんだと。まだまだいろんなことをできるんだと思いましたね。僕ちょっと前にノマドランドもね、もちろん見てきたんですけども、ちょっと動画にはしてないんですけど、もうとても素晴らしい映画で、また、あ、これね、多分アカデミー賞取れますね。うん、それが良かった。本当に良かったんですけども、結構ね、アメリカのね、現代社会をもろ反映させたようなテーマ性がある映画で、なのでね、我々観客はちょっと見て何かを考えて持ち帰るような映画だったんで、うわーってパッとした映画じゃなかったんで、やっぱね、今見る映画としては僕はね、パームスプリングスの方がね、いいかなと思いました。うん、やっぱね、旅行もね、当分我々海外なんて、ね、絶対行けませんから、こういうの見て行った気持ちになってね、ストレス発散して、ちょっとね、下ネタが強めだったりするところあるので、まあそれは気をつけていただければ、まあそこまでじゃないんですけどね。うん。で、コメディだけじゃなく、何かまたね、その先もちゃんと見せてくれる映画だったんで、これはぜひともお勧めします。はい。というわけで、ここからですね、ちょっとパームスプリングスは一回置いといて、このタイムループたくさん言いましたけども、実はね、タイム何々って映画たくさんありまして、実はいろんな意味があって、それぞれ実は細分化されて違うんだよって話をしようと思います。はい。まずタイムループ映画っていうのは、今言ったパームスプリングスのようなループなんで、同じ時間を繰り返す映画ですね。これは分かりやすいですね。ループって言ってますからね。一番有名なのが僕とても大好きで大傑作。1993年のビル・マーレー主演の恋はデジャブ。これはね、とてもタイムループ映画のお手本みたいな映画ですね。で、やっぱちょっとね、今回パームスプリングス見てて似てるなと思ったんですよ。そしたらやっぱね、制作陣がとても恋はデジャブが好きらしく、インスパイアされて作ったのがパームスプリングスらしいんですよ。なので、このパームスプリングスが面白かったって方は、ぜひともまだ見てなかったら、恋はデジャブ、ぜひとも見てください。これとても素晴らしい映画なんで、本当。とても哲学的であり、人間参加であり、人間も成長するって映画なんで、ぜひともおすすめですね。はい、で、もう一個ね、とてもね、パームスプリングスと近い映画ありまして、これね、一昨年かな、公開されました。ハッピーデスデー。これはね、とても面白かったですね。めちゃくちゃ好きです、僕。これ2も良かったですね。To You か。これもね、ループものなんですけども、これもちょっとコメディ要素があり、かなりかなコメディ要素もあり、ホラーもあり、コメディもあり、タイムループもあるっていうね、とても斬新でね、あれはもう殺人鬼に殺されるとその日の朝に戻っちゃうって言ったりしてね。はい。
あとはオールニードできる、これはトム・クルーズ主演でやってましたね。日本のライトナブルが原作のものでございまして、ちょっとゲームっぽいね映画でございまして、敵のある個体を倒さないと時間をずっと繰り返されてしまうっていう映画でしたね。次に行きますね。次はですね、もうこれもよく聞きますね、タイムスリップ、うん、タイムスリップっていうのは、スリップっていうのは滑り込むとかね、滑り込んで落ちるみたいなことなんで、これね、実はタイムスリップだと何らかの偶発的な事故によって時代を超越して飛んでってしまうってことですね。なのでこれは時代は選べません、基本的に。まあ、とても分かりやすいのが、まあちょっと映画じゃないんですけども、まあ日本のジン漫画ですね、ドラマの漫画ありました、ジン、これはタイムスリップですね。とても分かりやすいと思います。事故によって幕末に行ってしまうっていうね、コインじゃなくてね、飛んでってしまうっていうね。次はね、タイムトラベル。これもね、この説明聞けば一発で分かると思います。タイムトラベルって、まあ、その名の通り旅行なんで、時間を選んで移動できるわけですよ。で、そういう時には何が必要かっていうと、そう、タイムマシンですね。タイムマシンが出てきたら、それはタイムトラベルです。はい。なので、ドラえもんがやってるのが一番分かりやすいですね。あれはタイムトラベルですね。あと映画だと、ビルとテッドの大冒険。最近ね、続編が作られましたけど、あれもタイムマシンを使ってるので、タイムトラベル。そしてこれ。ね、これデロリアンですね。デロリアン、つまりバックトゥーザフューチャー。これはタイムマシンですから。車というタイムマシンを使って、過去と未来に移動してるわけですから、これもタイムトラベルですね。うん、で、これちょっとキーとなってくるのが、タイムマシンっていうのは、時間軸が増えてしまってることがある。まあ、ちょっとわかりやすく言うと、自分自身に合う可能性があるんですよ。人が自体が移動してるんで、その自分に合ったり、よくね、のび太くん見ちゃったりするじゃないですか。まあ、あれがタイムマシンの特徴ですね。うん、ここはね、ちょっと一番ややこしいのが出てきます。タイムリープ。ね、これタイムリープとタイムスリップは何が違うんだって話なんですけども、タイムリープ、まあ、リープっていうのは跳躍、まあ、ジャンプみたいな意味なんで、よく DVD とか映画をね、飛ばすとかあるじゃないですか。スキップするとこ。あれは実はね、リープみたいなことなんで、跳躍して移動するみたいなことなんですよ。で、このタイムリープの一番の特徴が、これは海外では通じません。和製英語なんです、なんと、はい、タイムリープ映画の一番のメジャーな作品は時をかける少女、あれがタイムリープなんですよ、うん、まあ、言ったらよくビジュアルで見ますよね、女の子がパンで飛んでる写真とかね、あれ飛んでるじゃないですか、実際あれタイムリープしてるんですよ。で、これはなんとその筒井先生が初めてこの原作小説の中で使ったタイムリープって言葉を、なのであそこで生まれた言葉なんで、海外の人はタイムリープしても、え、何なの、タイムスリップじゃないのみたいに言われちゃうんですね。なのでこれはね、実はかなり特殊な時に使う言葉が実はタイムリープっていうことですね。はい、実はまだおまけにありまして、タイムワープ、まあややこしいですね。タイムワープっていうのは歪みって意味なんで、ワープっていうのはね、時空を歪めて移動するのがタイムワープなんですよ。なので実は厳密に言うと、タイムトラベルもタイムワープだったりするし、時空を歪めてないで移動している場合はタイムスリップか、つまりタイムワープではなかったり、いやもうややこしいですね。タイムスリップの時でもタイムワープしてることもあったりするかもしれませんし、タイムトラベルの時も実はタイムワープだったりする。なんでちょっとこれおまけ的なね、ことですね、うん、なんとなくね、分かりましたでしょうか。ちょっとね、ここに後でまとめておきますね。タイムループ、タイムスリップ、タイムトラベル、タイムリープ、タイムワープ、ね、全部実は違った意味なんですね。まあこれを知っとけばね、この映画実はタイムトラベル映画なんだよって、いやこれはタイムスリップの映画なんだよとかね、タイムリープの映画なんだよとかいうことができる。まあただね、これは実際ね、現在では起こり得ない状況なので、これは便宜的にね、我々が名前をつければって話なんですけども、自分の中でもね、ちょっと、あ、これはこうなんだって細分化されてね、新たな映画の楽しみ方になるかなと思います。はい、というわけでね、またこうやってね、映画の感想だけでなく、いろんな映画の専門用語だったりね、映画の細かい設定とかをね、解説していけたらなと思ってますね。よかったらまだ高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。はい。いやー、なかなかね、まあちょっとややこしかったかもしれませんが、ぜひともね、まあ動画見返したりして覚えてもらえればいいかなと思ってます。はい。というわけでありがとうございました。またね、いろんなことをやっていこうと思います。いやー、しかしね、何が言いたいかって言いますと、パームスプリングス行きてー。